小石川養生所は、江戸時代に幕府が江戸に設置した無料の医療施設。京法から幕末まで140年余り、貧民救済施設として機能した。江戸中期には、農村からの人口流入により、江戸の都市人口は増加し、没落した困窮者は、都市仮層民を形成していた。京法の改革では、江戸の防火整備や、風俗取り締まりと並んで、仮層民対策も、 主眼となっていた。将軍、徳川吉宗は、教法6年7月、日本橋に考察を立て、和田総五門近くの表情書前に、毎月2日、11日、21日の月3回、目安箱を設置することを公示していた。同年12月、官方医の小川商船は、この目安箱を利用して、制薬員の設置を嘆願する当初を行った。 教法7年正月、吉宗は、商船の上昇を取り上げ、有馬市林に施役員の設立を命じた。有馬市林の命を受けた長奉行の中山時春と大岡忠助は、大岡邸に商船を呼び意見を聴取した。翌日、両奉行は、中山出雲守組より行きの三田作左衛門と、大岡越前守組より行きの吉田重郎兵衛を、設立の事務方に当たらせた。 設立計画書によれば、建築費は金210両と銀12問目、計上費は金289両と銀12問目1分8輪。人員は、よりき2名、同心10名、中間8名が配された。よりきは、入り手病人の改めや、相まかない入用費の吟味を行い、同心のうち年寄り同心は、 まかないどころ総取締りや、処物受け払いの吟味を行い、平同心は、部屋の見回りや、薬膳の立ち合い、錠前預かりなどを行った。中間は、朝夕の病人食や看病、洗濯や、門番などの雑用を担当し、女性患者は女性の中間が担当した。小石川養生所の井戸養生所は、京法7年12月13日に、小石川役園内に開設された。 建物は、小ラ武きの長屋で、薬膳書が2箇所に設置され、収容人数は40名であった。小石川養生書は町奉行支配とされ、解説に尽力した小川商船、丹寿が肝入りを務め、三田と吉田が引き続き養生書より木についた。医師ははじめ本堂のみで、小川ら7名が担当した。設立時の養生書医師として、岡竹安と、 林良しが任命され、夜間の急病に対応するための医師として、木下道園、八尾友庵、堀長慶が任命された。はじめは、より医師、小不審医師などの幕府医師の家柄の者が治療に当たっていたが、天保14年からは町医者に切り替えられた。これらの町医者の中には、養生所勤務の年功により、幕府医師に取り立てられるものもあった。 当初は、薬草の効能を試験することが密かな目的であると、する不評が立ち、また無宿者と同等の扱いを受けるのを嫌われるようが、滞った。そのため、翌、教法8年2月には入院の基準を緩和し、身寄りのない貧人だけでなく、看病人があっても貧民であれば収容されることとし、10月に、派行等人や自社武行支配地の貧民も収容した。また、 同年7月には、町なる市に養生所の見学を行い風評の払拭に努めたため入院患者は増加し、以後は定数や医師の増員を随時行っている。幕末になると乱暴医が台頭し、医学所と医学官が対立し、乱暴医の権威が低下するとともに養生所の質は低下する。明治維新により一旦は廃止されたものの医学官の管轄に移り、 品病院と解消して存続したが、新政府の官報威廃止の方針によって間もなく閉鎖されている。薬園とともに養生所施設は、1870年に文部省の管轄に移行され、1877年、東京帝国大学に払い下げられ、最終的には理学部に組み込まれている。2012年9月19日に小石川植物園として、 国の名称及び史跡に指定された。現在、小石川植物園内に、当時養生所で使われていた井戸が保存されており、関東大震災の際には被災者の飲料水として、大いに役立ったという。年間の入所者数の概要は、下表のようであった。安藤雄一郎、江戸の養生所、ISBN978 から45億6964万1591。 ありがとうございます。